こんにちは。町の昔の面影にも思いを馳せながら歩く猫散歩です。今回は東京渋谷区の西部にある代々木上原駅の街を歩いていきます。南北に商店街が充実していて、お買い物にとても便利で、少し歩けば閑静な住宅街が広がっていて人気の街です。都心から近いため業界人が住みたい街ランキング1位になったり、治安が良いことから一人暮らしの女性にも人気があったりする街です。代々木上原は小田急電鉄の小田原線の快速急行や急行に乗れば5分で新宿に出ることができ大変便利です。また東京メトロ千代田線直通に乗れば霞が関まで14分で行くこともできます。千代田線は始発駅なので座って通勤や通学ができます。また代々木上原は複雑な細い路地だけでなく起伏に富んでいて、坂道も多いのが特色で、駅は谷底にあるようなイメージです。駅の南側が上原地区、駅の北側が西原地区、駅の東側が元代々木町地区、駅の西側の大山町地区はかつてこの辺りに紀州徳川15代目当主の徳川頼通が住んでいたため徳川山と呼ばれ、現在は都内屈指の高級住宅街として知られています。なお代々木上原駅は西原地区にあり、代々木上原という呼び方は上原地区近隣を含む渋谷区の繁昌地名になっています。それでは代々木上原の街の散歩をスタートしていきましょう。散歩の出発は代々木上原駅からです。1927年昭和2年4月に小田原急行鉄道の開通と同時に代々木上原駅として開業しました。駅名は東京府豊玉郡代々木村大和上原から由来しています。1932年に東京市編入によって渋谷町、千駄ヶ谷町、代々木町が合併して渋谷区が誕生し、渋谷区代々木上原町になりました。代々木上原駅となったのは1941年10月からです。地上にあった駅から現在は西へ200メートルほど移動しています。東京メトロ千代田線が開通したのは1978年3月からで、当時は帝都高速度交通 A 団の運営する地下鉄で、通称 A 団地下鉄と呼ばれていました。基本的に千代田線の終着駅ですが、一部の列車は小田急電鉄に相互乗り入れ直通運転をしています。代々木上原駅での小田急電鉄の1日の平均乗降人数は207,581人です。小田急線全70駅中、新宿駅、町田駅に次いで3位です。この値は東京メトロへの直通人員も含みます。一方、東京メトロ千代田線の1日の平均乗降人数は 215,269 人です。この値は小田急電鉄への直通人員も含みます。開業30周年を迎えた駅の商業施設アコルデ代々木上原です。代々木上原駅の高架下の商業施設として、駅とつながる、街とつながる、通りとつながるをコンセプトにして1993年に開業しました。開業30周年を記念してリニューアルが実施されて、2023年7月にグランドオープンしました。寿司みどり旬、そば上原、黒毛和牛の焼肉や韓国の本場の味を楽しめるコラボなど7店舗が新規オープンしました。つい立ち寄りたくなるバラエティ豊かなショップが揃っています。1階にある小田急オックスで買い物をしていると芸能人と遭遇する可能性が高く、1日いれば芸能人に会えると言われています。
古賀メロディーと言われる名曲の数々を懐かしむ古賀政男音楽博物館です。古賀氏は明治大学商学部在学中にマンドリンクラブ創設の一翼を担ったそうです。レコード会社の専属作曲家として数々の作品を発表し、やわらや悲しい酒などヒット曲を生み出しました。作品数は生涯4000曲を超えます。また日本作曲家協会初代会長として日本レコード大賞を制定しました。1978年昭和53年に永眠し、没後に国民栄誉賞を受賞。古賀氏は1938年昭和13年から代々木上原に住んでいたそうです。音楽博物館は古賀氏の遺志を引き継いで誕生しました。欅ホールを貸しホールとして一般に開放しています。また博物館の隣に日本音楽著作権協会 JASRAC もあります。そして JASRAC があるため代々木上原駅の南口の通りを音楽村通りと言います。1945年に創業したアンティークショップの老舗、アンティークショップ山本商店です。現在の店主は3代目だそうです。地下1階から2階までのお店の品揃えは常時アンティークの和家具が2000から2500点、隣接する工房では修繕も行っています。女優の二階堂ふみさんの行きつけのお店でもあります。1975年から代々木上原にある銭湯で昭和を感じられるレトロな銭湯大黒湯です。入り口の通路には昭和の歌謡スター加山雄三やアグネスちゃん、ボクシングの元世界チャンピオン具志堅用高のサイン色紙が飾られています。お風呂はジャグジー、低周波電気風呂、ミストサウナ、水風呂があります。ちなみに戸次重幸が銭湯をこよなく愛するサラリーマンを演じたドラマ昼の銭湯酒でロケ撮影に使われました。お腹が空いたので代々木上原にあるお店をいろいろ回ってみましょう。1966年創業の代々木上原にあるうなぎ専門店の老舗、船代です。うなぎは毎朝静岡から仕入れているそうです。ご飯は福島県産のコシヒカリを使用しています。うなぎの身はホロホロで、皮はパリパリ、香ばしくて美味しいです。タレは辛めのサラサラ系で、うなぎとご飯に合います。ミシュランガイド東京のビブグルマンを5年連続で獲得しています。作曲家の古賀政男もここのうなぎがお気に入りだったそうです。2023年8月に創業90周年を迎えるお豆腐屋さん太田屋豆腐店です。早朝から仕込んだ手作りの豆腐、厚揚げ、がんもどき、絹生揚げ、さらにお惣菜も販売しています。またおからや絞りたての豆乳もおすすめです。地元で愛されるお蕎麦屋さん朝日屋です。お蕎麦とミニ丼セットが人気でボリュームもあって美味しいです。またお蕎麦屋ですが中華蕎麦も好評です。さらにカレー丼はまさにお蕎麦屋のカレーという感じで美味しいです。お笑いコンビバナナマンの日村勇紀がいつか食べたいと思っているカレー丼なんだそうです。ちなみに歌手の森山直太朗も行きつけのお店で、直太朗が俳優の木村拓哉を連れて行ったことがあるそうです。元小学校の教諭だったという異色の経歴を持つシェフ鳥羽周作が2018年7月に代々木上原にオープンした和のテイストなども入ったイノベーティブフレンチイタリアンのお店塩です。ミシュランガイド東京で一つ星を獲得しました。メニューは季節の食材を使ったシェフのおまかせコースになっています。
最近ではシェフが女優広末涼子との不倫騒動で一躍時の人にもなっています。ちなみに広末の夫でキャンドルアーティストであるキャンドル純のお店も代々木上原にあります。ラーメン店として世界で初めてミシュランガイド東京2016で一つ星を獲得したお店、ジャパニーズそばヌードルスタです。青森シャモロックや天草大王の丸鶏、鹿児島産の本枯節を使って作られた醤油ラーメンや塩ラーメンは絶品です。フランスのオーガニック小麦を使った自家製麺はスープとの相性もバッチリです。ラーメンの値段は2000円です。もともとは巣鴨に2012年からあったお店ですが、2019年12月に代々木上原に移転してきました。そして2022年8月にオーナーシェフの大西祐樹氏は急性心不全のため43歳で急逝しています。ただお店は2023年2月に再開して営業を続けています。以前渋谷の東急百貨店本店の上に入っていたイタリアンの名店タントタントに長くいたシェフが独立して作ったイタリアンのお店リストランテルーチェです。東急本店は改装工事をするため2023年1月にタントタントも閉店となりましたが、タントタントの元シェフと支配人がタッグを組んでお店が復活しました。お店は明るくおしゃれな内装で居心地の良い柔らかい空間の中で美味しいイタリアンを楽しめます。代々木上原駅周辺を歩いてきましたがいかがでしたか？これまで知らなかった代々木上原の魅力や美味しいお店をたくさん知れて猫散歩は楽しかったです。また代々木上原を訪れたいと思いました。今回はここまで。次回も引き続き代々木上原を散歩していきます。いいねとチャンネル登録、そしてコメントをぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。